吉田さん、しつこいってのは、まあ何においても大事ですよね。まあ健康に執着するとかね。仕事に執着するとか。まあ恋愛に執着したりとかね。あとはなんか美容とか健康に執着する。まあ何かに執着する人ってその道に詳しくなりますし、まあ得意になっていくでしょうね。うん。まあでも執着する前になんかやめちゃう人とか、歩みを止めちゃう人って、まあ言ってみればそこそこなんですよね。 で多くの人がまあそこそこで終わってしまうんですよだから目立たないんじゃないかなと思いますねうんまあでもここそこそこで終わる人と徹底的に執着心を持ってやる人との差ってどこにできるんでしょうねうんやっぱりこういわゆる一言で言うとハマるってやつなんでしょうか、まあ、つまりはハマるという今回のテーマになってくるわけなんですけどもそのマージャンってね あのメンツってのがあるわけですよ。メンツってのは3枚が連続した123なり四5 6なり数であったり同じ数333であったりね999であったりこのメンツっていうのを4つ揃えるために持ってきて捨てる持ってきて捨てるを繰り返すんですけどもマージャンでもねハマるっていう言葉があるんですよ。それはですね 4と6って持ってるところにめくってきたのが5だった場合あ真ん中にはまったよねっていうねまあカンちゃんって言い方するんですけども間にはまると書くんですけどもねまあこういうふうに、まあ、あのはまるっていう状態がまあ人生にもね結構あるんじゃないかなとまあいわゆる気が合う人っていうかねまあ私と吉田さんみたいななんか変なコンビだったりね <laughs> コンビじゃなかったりねあの変容を遂げるわけですけどもうーん まあこのはまると続くんですよねこの億万長者合宿のやり取りみたいにまたはまらないとうん続けるのが困難になってくるだからある程度はまるためのねあのまあなんか努力や根性は必要ななのかなと思うんですよまあ何のね努力も根性もなくたまたまはまるっていうケースもあるんですけどもその億万長者合宿に参加した皆さんがね ここまでついいいててれないっていうのは、まあまよ。うん、まあそれはそうですよねなんか現実お金稼げてない人がまあまあ稼げてる人とハマろうと思うと稼げてる人が稼げないところに降りていくか稼げてない人が稼げるマインドにこう意識をしてねハマっていくかどっちかしかないわけですよ。まあ、ですんで以前は稼げなかったけども 稼げるようになっててあのの億万長者合宿で言われたたことの意味が分かりましたみたいなね形になるのを私も期待してますしあの頃はあただ口で言ってただけなんだけどもついに今日マイバッハの試乗会に行ってきました夢が近づいてきましたみたいなことになるとねいやいいなと思うんですけどね試乗会といえばね私あのレクサスの試乗会とかにマセラティとかにね呼ばれることがあって行くんですけども。 まあ、結局はレクサスも今回買わなかったですしマセラティも前回買わなかったんですけどもハマ、まあ、らなかったんですよね私としてはいまいちだなみたいなね、うん、で結局セルシオにしてしまったんですけどもセルシオはハマるんですよやっぱり安心感を持ってこっちで良かったなと思うんですよね、うん、だから試しに乗ってみるってことはどんなことにも必要なのかなと思いますし、うん、乗ったあげく ハマらららなななかかっったたたどうやったらハマるかなみたいなね、まあ、例えば私がセルショを選んだのはスッとね乗り慣れていたのもあるし未だに憧れもあるんでハマったんですけどもじゃあレクサスは何でダメなでのか、ね、これはもしかしたらレクサスをセルショと同じセダンとして捉えてるからしかも私が憧れていた平成の初期のセダンとして求めているからうんこの 平成のね、中期以降のレクサスブランドははまらないのかもしれないですよねとなると私がその今の時代にあった走りのスタイルに合わせてレクサスを選ぶと例えばレクサスの RV とかねミニバンとかっていうのを選ぶともしかしたらはまるかもしれませんけどもレクサスのセダンは私にとっては、まあ、あのセルシオ以上にはならなかったなっていうねところかなと思うんですよね、うん、妙な例えですけども、 自分がハマらなければどうやってハメていくかってことを自分の変化を求めることによってうんそこにたどり着くことができるのかなと思うんですよね。でさっきのマージャンの例で言いますとね4と6に5がパカッとハマるっていうところもありますけどもじゃあね4と6ではなくって4と7を持ってる時に5とか6をハメていくことによってちょっとだけね メンツってものに近づいていくことができて、2でかかるけども、あ4、4と7を持ってるところに5が来ました。で、4、5という形で7を捨てました。次に来たのが3でした。3、4、5でハマりました。もともとは4、5、6、もしくは5、6、7で作ろうと思ったわけですんで、3、4、5は当初の考えてたのとは違うけども、まあでもハマったよう、ね、なメンツになったよね。 やつで再スタートしていくこととがでできるのかなと思うんですよね。まあ変な例えになりましたけどもねうんだから物事ハマるっていうことができるとすごく簡単なのかなともしハマらないんだったら執着心を持ってどうやってこのはめていこうかなっていうふうにねカチッとはまるようにしていくかなっていうのをまあ工夫とかっていうのかなと思いますけどね。そそしてのの工夫の仕方は すでにさまざまなものにはまってきたその道の先人にベテランに聞くとより答えが見つけやすいんじゃないかなと思うんですよねだから億万剰余合宿に参加した人、ね、もう一回戻ってこのやり取りをね眺めていただいてもう一回はまってもらえないかなという気がしますねそれ以外に稼ぐ方法は見つかるんでは見つかってるのかな見つかってないんじゃないかなと思いますよね はい、じゃあ今回はハマルでお届けしました。いっらっしゃい。